おはようございます。今日は SNS 用の、写真を撮りに行きたいと思います。今年は2022年は、格闘技もそうですけど、格闘技以外のところで、ちょっとね、力を入れていきたいなと思っているんで、今日は練習前に、SNS とか、何かと使える写真をね、撮っていきたいなと思います。いい感じ、あれか、あ、いいね、これめっちゃいいよね。ファンの方喜びそう、なんか自然な感じ。結構顔が決めがちだからなんか癖でしょ。そう、なんか自然な感じで撮りたい。分かった。眠くない？これ格闘技ってめちゃくちゃ華やかな舞台だし、俺はそれを見てかっこいいなと思ったし、だけど今ってなかなかこう見る場面も少なくなってきてて、みんなに姿がね、すぐ分かりやすいのって、SNS だと思うし、SNS だけじゃなく、YouTube だったりとか、今本当に誰もがこう自分をこうブランディングしたりとか、自分のことを表に出せる時代だし、だからこそもう選手一人一人がこう SNS とかに力入れて、俺がちっちゃい時にこう憧れたようにこうやっぱ格闘技の姿を見せていきたいなっていう気持ちが強いから、やっぱそこにはやっぱ SNS とかやっぱ発信力っていう部分では大事だなと思って俺は続けてる。格闘技ファンの人たちだけじゃなくて、本当に格闘技知らない人たちが、あ、こんな選手いるんだとか、あ、こんな人いるんだと思って好きになってもらえたらいいし、写真一つでもやっぱりしっかりこだわっていきたいし、だからこうやって、SNS にはどん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 もっと、これから力を入れていきたいなって思ってます。2022年もでも今以上に全力で、SNS、格闘技はもちろんですけど、もっと自分を発信していこうかなと思ってます。そろそろね、練習場着いたんで、これから練習していきたいと思います。またはこう達也が練習中に編集したり、さっき撮った写真をねこう見返していいやつ選んだり、こう達也がいない間にこうやれることをこうやってる感じですね。昨日もですね、もう朝まで編集してて、で今日も朝集合で、もうめちゃくちゃねこう今ちょっと眠いんですけどね、達也も頑張ってるんで僕も頑張ろうかなっていうところですね。でもね、この達也のこう写真のね、こう表情がね、渋い。いつもね、なんか結構、なんだろうな、笑顔で笑ってるイメージがあるんだけど、やっぱ写真になるとすごい格好つけてさ、なんかこう、シワが寄る感じだから、ちょっとね、でもいい感じ、ちょっと加工したりとかね、して、こういつもやってるわけなんですよ。達也のね、こう練習の間に編集やったりするっていうね。感じで僕はやってます。いや、この写真ちょっとキモいな。放送事故の写真が結構多いんですよね、たっちゃんは。そういう、本当にようやってるの。
ふざけてないですよ。こうやってあれですよ、横から攻撃来た時にこう、そうそうそう、あー、なるほど、返して、あー、なるほど、ガードしてんの、これで肩でガードしてんの、あー、すごい、肩ガードすごいわ、で、サッカーボール対策だ、あ、ここでガードしてんの、あー、なるほどね、あ、これで、パンチが、これでガードしてんの、パンチ当たんない、これ、そうよ、こっち来て、これは、効かない効かない、効かない、この状態は何も効かない、あ、これ効かない、集中しちゃう、マーシャオが脳震盪してる。待って、あい、そんかい、どうりって、よしゃー、表面が痛い、表面が痛い、出てくる、くれてくしたから、ということでね、ブラリ旅、竹立つブラリ旅、ね、今日も最後のね、スポットに来ました。最後じゃないけどね、今日はですね、まあ、今日のは最後だね、お風呂に浸かりたいと思います。一日の疲れをね、取りたいと思いますんでね、動画の撮影中ちょっとバレちゃうから、ね、はい、動画の撮影中に、ね、まあ今日はゆっくり終わって、これで終わりたいと思います。ゆっくり温泉入って体の疲労を抜いて、明日に備えたいと思います。また、このね、温泉はですね七の湯、軟水、サウナ、水風呂がありまして、ね、すごく体にいい湯となっています。本日の薬湯は、読めない、まあ、U ブランド、自分のブランドの、あの打ち合わせに行きたいと思います。やっぱいつもこう朝早いんですか、打ち合わせとかは。そう、まあ朝とりあえず、まあ、自主練して走って、まあ、そんなじゃん、今10時ぐらいだから、自分のやることやって、まあ、服の、まあ、今日は打ち合わせして、まあ、大体でも朝コードだね。で、昼から練習あるから大体朝コードしてって感じかな。まあ、朝は仕事して、まあ、昼間練習してっていう感じですか。そうそう、まあ、でも夜もあったりとか。そっからだんだん、これで見てもらえる、次の商品の打ち合わせとか、週に1回ぐらいはこう、まあ、服のことについて、まあ、いろいろ、まあ、話したりして、なんか次何作ろうとか、まあ、こうこうだよねとか、そういう話をしてます。頭使うし、まあ、ただ俺がまだね、あの、まあ、正直ブランドも始めたばっかで、ね、分からないことが多いから、そういった部分でももうね、わからないことだらけだから、常に、まあ、それは考えるね。でもものづくりだからなんか楽しいなっていうのはあります。まあ格闘技ももちろん好きだし、あれだけど、またちょっと違うところでね、なんか、まあ、まあいい意味で息抜きになってるのかなっていう部分もある。まあ大変だけどね、もちろん。今日はあの僕のブランドの U ブランドの新作の撮影を朝から行ってます。すごい暖かくてね、俺のポイントとしては、まあ、この、ね、U ブランドのロゴと、まあ、この刺繍とね、バックプリントと、あと、あの MA1 ってあの大体カーキがイメージつくけど、今回カーキをあえて外してブラックとブラウン両方で作ってて。撮影は大体どれくらいの頻度で撮影してるんですか、ユーブランドは。もちろん、まあ、1週間に1回できたらいいかなと思ってるんですけど、まあ、あとは状況次第、まあ、月に 2,3 回ぐらいはブランドの撮影をしてる感じかな。で、まあ、あと新作が入るたびに一応撮影はやってます。今期は MA1 ってことですね。そう、今期は MA1、 この新作のやつね。じゃあ撮影の様子を見てください。
ワンサイズ。撮影どうですか？順調ですね。順調だそうです。順調ですね。あの天気も良くて、うん、なんかね、撮影日和だね。さいい感じ。アーリーはね、本当にユーブランドの最初の本当の最初の始まりの T シャツの時に、まあ、あのモデルを探してて、で、まあ、本当アーリーにお願いして。おー、ありがとうございます。だからなんて言うんだろうね、もうユーブランド初期のね、モデルさんですよ。本当に助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあだからこういう商品作ってほしいなっていうのがいっぱいあるんで、うん、作ってください。はい頑張ります。そうね、ニット帽とかでしょ。ニット帽とか欲しい、ね、やっぱでも最近なんか女の子もメンズっぽい服装をする女の子も増えてきてるんで。確かに。いいですよね。いい、頑張っていただいて。はい、頑張りますアリでもね、何でも似合うからね。本当ですか？そう、めちゃくちゃいい。やった。ユーブランドも結構まあユニセックスな感じで、うん、出してるからすごいね。アーリーはユーブランドに合ってるし、嬉しい。なんかいい感じ。でもあれですよね、これ言っていいのか分かんないですけど、ビッグサイト、あれビッグサイト、あれね、15日でしょ、はい、オートサロン。明日ビッグサイト。明日やります。明日明後日いるんですか？いや、明日やる、明日のみ。おー、そう、1日限定で、まあ、タケルのブランドと一緒に。すごいっすよ ね、 一緒にね、ビッグサイトでやるなんて。ありがたいです。かわいい。あら、ワンちゃん。ワンちゃんも。ああ。かわいい。大丈夫？ああ、かわいい。かわいい。すごい。懐っこい。かわいいっていう言葉が分かってるみたいな。そうなんですか？かわいいね。ね、もうこれから散歩するワンちゃんも多分ユーブランド着ると思うんですね。散歩するワンちゃん、まあ、ワンちゃんブランドねあ、でもそれこそ三つぐくんも小岩さんもワンちゃん飼ってるじゃないですか。でも俺やりたいよ、いずれ、うん、ワンちゃんと一緒にお揃いで着れるさ、うんうん、やりたいし。いいですね、うん、明日のポップアップの様子とかも、うん、この撮影で。おお、見れるんですか？はい、見ます、絶対嘘でしょ。じゃあ本当に本当に。そんな感じでね、引き続き撮影やりましょう。頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。はい、まあ、今午前中ユーブランド撮影終わって、まあ、これからね、まあ、練習、キックボクシングの練習をねしたいと思います。ね、俺らは格闘家だから、まあ、練習するのは本当に当たり前だし、まあ、それが仕事だからね。まあ本当に、まあ、撮影とかしたとでも、まあ、空き時間でこう練習して、本当に格闘技の練習しなくなったら終わりだと思ってるから、まあ、そういう練習以外のところで、ね、まあいろんなことに挑戦してって感じ。まあオフを仕事にしてる感じですね、じゃあ。まあそうだね。そう、だから俺にはオフがない。むしろいらない。かな。はい、今日の練習は
張りました。そして今日の一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、明日はね、まあ、待ちに待ったオートサロンでのポップアップイベントがあるんで、そっちの方楽しみにしてください。今日はおやすみ。おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ。じゃあ準備ができたみたいなんで。はい、準備満タンです。ちょっといろいろとね、まあいろいろとあれがあって、あれってなんだよ、もう何も分かんない、緊張してる、戸惑ってる、いろいろと戸惑ってる、緊張もしてるけど、いろいろとねあってね、ちょっともう早速タケルが来る前に俺が先にね、もう始めちゃいたいと思いますんで。そう、人がやばいからね。そう、人がやばい、マジで、ちょっと興奮してる、興奮してる、試合より興奮してる、試合より興奮してる。まだ先に行きますか。行きたいと思います。はい、怖いよ、これ二人じゃない、一人だから怖いよ。今、K1 のアンチェインこと大岩達也選手がなんとブースにお越しになっております。K1 の、大岩選手のですね、グッズをこちらで販売しております。はじめまして、 K1 ファイターの大田です。そうですね、すごい会場で今こういう形でいらしてもらうの初めてで、すごい緊張してるんですけど、皆さんぜひ、僕のアパレルブランド、来ていただいて一緒に写真お願いします。僕のお気に入りのパーカーと、帽子を、今発売してます。はい、まだタケル来てないんですけど、先に購入していただいた方には、先にサインとツーショットを、撮らせていただきますので、お早めにお願いします。大岩選手のサインとツーショットです。ですね、皆様購入一点していただきに、あ、ケノスケさんも来た、ケノスケさんが来てる。お、1時半より、行います。タケル選手の、物販購入の整理券をただいま、さあ本日ですね、タケル選手の物販ご購入の方には通信、ぜひこの機会に整理券をお受け取りください。まあまあ緊張した、緊張した、緊張したね。みんなも緊張してるね。みんなも緊張してるもんね。うん、俺の緊張さが多分伝わってるね、これね。完全に伝わっちゃった。うん、めっちゃ緊張したわ。まあでもね、なんとか。うん、はい、まだタケルともね一緒にこれから出るんで。あ、もう一回ね。そう、最初は最初の、うん、スタートジャブみたいな感じ、ジャブジャブで会場の雰囲気を作ったというところで、なるほどね、はい、了解です。また後で2人で、はい、はい、じゃあ次は TT だ、次は TT で、今は T で、今は T で、次は T で、そう、場を盛り上げたっていうことで、はい、あっためたんで、あっためた、はい、はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります、はい、この鎖を遠いやつ下げて、こう鎖っぽくしてる、それが僕の U ブランドっていう U ビデオを撮ったデザインになってます。はい、車かっこいいね、いっぱいね、車がいっぱい、だってこれすごい車なんでしょ。もう俺あんまり車詳しくないんだけど、これすごいらしいですよ。これなかなか見れないですよね。これタッチャのカーがいいですよ、結構。これ恥ずかしいことに、あと残り3着だと思って、残りわずかなって言ったら、裏にまだありますって言われて、まだ在庫あるんで、まあ、自分もこうブランドをしっかりやるようになって、まあ、まだ半年なんですけど、なんでこの大事な話をしてるときにかぶせるの、ね、半年なんですけど、本当に、まあ、僕一人じゃなくて、こう、まあ、タケルもそうですし、このブースの皆さんのおかげで、このポップアップっていうイベントを初めてやれることができて、本当に感謝してます。人が話してるとき、俺の話聞いてないでしょ、絶対ちゃんと聞いてない。はい、変わります。
電話みたいに言われて困ります。町内会でもうヤンキーでしたから、ね、男性は似合いますよ。いやーすごかったね、人がすごいですね。すごかったね。無事に完売することができました。終わった、よかったです。ありがたいですね。ありがたい、ありがたい。結構最後の最後ね、そう求めてくる人多かったね。よかった。で表にやっぱ出ること大事だし、大事だね、大事大事。ちょっといろいろと勉強になったね。なんか結構さ、この今俺が着てる MA1 だっけ、はい、MA1 新作のやつ、新作結構楽しみにしてる人の声もあったし。マジ、うん、いや最高な貴重な経験、そしてブランドとして、まあ、いわく今半年、はい、でブランド始めたんですけど、まあね、こういう形でいろんなサポートがあって、まあ、タケルだったりこういうブースの、サポートがあってこういう貴重な経験ができたんで、まあこのニューブランドとしてもそうですし、まあ大湯達也としてももっと頑張っていきたいと思うんで、はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、はい、お疲れでした。ありがとうございました。また昨日、まあ、無事ポップアップイベントが成功しまして、まあ、ありがとうございます。まあ、今日はね、まあ、朝からまたフィジカルトレーニングこれから行っていきたいと思います。今日はちょっとね、2部トレですよ。フィジカルからのクレスト、まあ、きついけど、まあ、次ねちょっといい試合がありそうなんで、まあもうバンバン上げていきます。よろしく。何時間ぐらいいつもトレーニング？もう1時間みっちりですね。短時間で。短時間でインターバルも短いし、俺はもう一人でやってたら全然どっかで休憩してやったりするけど、休みも短いからもうねすぐ始まるし、短時間集中。あ、ヘッチ。8 9ラスト、はい、 OK、 はい、45 5 6 7 8 8 自分でいけ、9ラスト、はい、 OK、 はい、終了。ありがとうございます。みっちり、まあ、トレーニングをして、ここからキックボクシングの練習ですか？これからクレストです。もう動けない。この移動期間にちょっとどれだけ回復するかっていう。でもうすぐ今日はね、もう
あんまり休憩もなくて、もう詰め詰めで、もうあとすぐもう30分後にキックボクシングの練習なんで、まあ今日は気合いっすよ、本当に。週に1回こういう日があるんですか？まあ、週に今2回だね。週2で詰め詰めな、うん、フィジカル格闘技練習。ああ、じゃあちょっと引き続き頑張ってください。はい、行ってきます。やはりはめちゃめちゃ感じるよ。俺多分相性がいいか分かんないけど、まあ、相性っていうか、まあ俺は本当にハリーはめちゃくちゃ効く。このピンポイントに痛いところにハリーをやってる感じなんですか？これそう、そういうピンポイントにやってる時もあるし、なんか繋がったところにやる時もあるし、まあなんかゴトインチとめちゃくちゃ、まあ俺も信頼してる先生で、本当に骨折とかでも、で長い3、4ヶ月とかかかる時とかも、それが3、4ヶ月かかるからの時でも、もうすぐ治してもらえて、短い期間で、ね、痛いもなくなったりとか、トレーニングも大事だけど、本当その治療もね、めちゃくちゃ大事だな、本当に。最近はもう30になってきて思う。案外やはりっていうのは痛いイメージあるけど、わかんないけど、腕、その先生にもよるかもしれないけど、マジで痛くないんだよ。俺はやはり痛いっていうイメージを持ちがちじゃん。俺は痛いと思ったことはあんまない。むしろその響く時があって、その痛いところにやる時って結構響くの、奥まで刺すから、そういう時は痛いっていうからズーンって感じの、なんかもうなんかね、刺激されてる感じ。治療も終わってね、まあ、体がめちゃくちゃ楽になりました。またね、明日から引き続きトレーニング頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということですね。こう、まあ、密着を撮ったんですけども、はい、まあ、やっぱこう俺がこうカメラ回して思ったのは、やっぱ多忙だなっていう。あ、達也は。そうですね、まあ、こう密着見てもらって、まあ、いつもみたいなね、うん、こう達也チャンネルの企画みたいな感じじゃなくて、ないね、本当なんか達也のお仕事の様子だったりとか、こだわっとってくれたね、別に。そう、動画をこう作りたいなと思って、うん、なかなかね、見てる人でも達也のそういうところを見たことがない人多いと思うんで、こう見ててどうですか、皆さん、よかったですか？まあまあまあこれどこで覚えたの？まあ笑えるっていう部分はそんなね、うん、ないかもしれない。まあそうだね。俺も撮っててあんまりこうね、面白いさを伝えるというよりかは、だって、うん、真剣ですから、趣旨としてはこう、うん、真面目な感じを撮りたいなと思って、うん、でも本当にこれが素で映されてるんで、うん、そうだね、はあ、多忙な生活をしてるわけですけど、はい、2022年になって休めてますかという。確かにね、うん、休めてないね。まあでも休めてるのか休めてないのかよく分からんけど、うん、まあ、なんだかんだ自分のこうね、好きなことをこうずっとやってるからさ、うん、休みはいらないのかなって最近思うよね、別に。まあ、仕事とプライベートが一緒になってるみたいな感じなのかな。はあるかな。格闘技はもちろん仕事だし、めちゃくちゃきついけど、この YouTube も一応仕事っちゃ仕事だよ。だけど、まあ、この YouTube のこう、まあ、メンバー、みつぐとかイムとかこう、あったりするときって、まあ
リラックスもできる部分でもあるからさ、うん、だから何が仕事で何が休みっていうのはちょっとよく分かんない、くだなってきてる。まあそのお家でリラックスする時間とか、うん、まあそらちゃんとねこう戯れたりするのももちろん癒しだし、うん、このハゲちゃん、ハゲちゃんとぞあ、まあ、そらちゃんと同じくくりで言うのやめてもらっていい？もうハゲちゃんとこうやってさハゲちゃんこうやって絡んでこう、まあ、今みたいなね、うん、今みたいなコミュニケーションとこう、はいはい、ハゲちゃんと遊んだりそらちゃんと同じくくりで見てんじゃん俺何回言ったのさっきそらちゃんと。いや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 とね、こう遊んでるのも癒しになってるわけですよ。光栄ですよ。はいはい、なってるわけですよ、はいはい、だから別にね、休みはあんまないけどね。休みはないないけど、毎日、まあ、楽しく生きてますよ。睡眠時間はどれくらいとってんすか、毎日？睡眠時間はでもね、ちょっと短いかもね。短いかも、にゃーじゃねえんだ短いかもね、うん、平均、まあ、でも、6時間ぐらい。あ、うん、でも試合前は俺8時間ぐらい取るようにしてるから。あ、じゃあもう割とそう2ヶ月ぐらい前からはもうしっかりとしっかり、まあ体ね、もう年も年なんで壊さないように、壊さないし、ね、僕らもねこう頑張っていきたいと思うんですけど、はいはい、イムから見て、うん、まあ、達也はどういう存在なのかなっていうあ、どういう存在、うん、存在、あまああんまないと難しい ね、 ね、 そうですね。俺がもともと思ってたさ、格闘家ってもう一日中練習してんのかなみたいな、うん、イメージって最初結構持ってたわけよ、うんうんうん、なんかもう本当朝から夕方とかまで練習して、うん、で帰って休んでまた次の日みたいなイメージ持ってたから、うん、でもさ結構本当短期集中みたいな感じじゃん格闘家って、うん、だからそれ以外の仕事とかもやっぱ達也とかブランドとかも始めたし、うん、まあ、そう考えると結構いろいろなんだろう、あっち行ったりこっち行ったりとかしてて、まあ、大変そうだなとは思うよね。でもね、あれだ、練習もこう、いろいろ試した結果こうなってる、うん、昔はもう朝、もうずっと練習したよ。あ、そうなんだ。そう、こういろいろ試して試してこう短期集中が今合ってるなって思ってそうやってやってる、あ、なるほどね、っていう部分もあるし、怪我とかね、なんか蓄積とかもあるから、やっぱり、ね、年齢とともにね、うん、どんどんね、こう練習だけしちゃダメなんだっていう、うん、それこそ治療だったりとか、うん、体のケアも大事だし、まあ、休むところでしっかり休めなきゃ本当に壊れちゃうから、うん、まあそういうのを経験した上で、まあ、今があるんだけど、スポーツ選手は治療も仕事みたいなもんだもんね。まあ ね、 ね、こういうね、What's 何なんで、なんで英語なの、しかもわかんないよね。なんで言ったのこれ、早くて聞き取れる。 Who would you like to call、 よくわかんないけどね、こういうさ、正直格闘技以外のことがこう今できるってことはさ、本当に自分一人じゃ無理なの。うん、こうサポートしてくれる人が周りに、ね、こうデビューしてからずっとこうやって来てて、まあ、それこそ三つ組もそうだけど、まあ、こう応援してくれてる、ね、ファンの方とか、そういうことサポートしてくれてる、ね、スポンサーさんの方がいるからこそ、いるからこういう今活動もできるし、自分もこう売れる活動が、ね、こうできるわけで、本当にありがたいですよね。うん、そうですね、自分発信もさ、こう YouTube 撮ったり、うん、SNS この、まあ、動画見たら分かると思うんですけど、SNS 活動したりとか YouTube 活動したりとか、それからアパレル活動したりとかってね、うん、最初はできなかったですからね。初めはね、ほんとね、もう何していいか分かんない状態から、うん、YouTube も始めてっていう感じだったから、ほんとに自分一人じゃ何もできないなって何か言うんですかね。もうそれでもいいと思ってんじゃねえよお前も。でもそれ今いいと思ってんじゃねえじゃなくて、ほんとにそれがまあまあね、はいはい、多分心に思ってるから、はいはい、こう多分いっぱい出ちゃう、何回も出ちゃうね。そう、本当に、うん、まあ今回はもう達也をこう中心としてこう撮ったんですけど、まあそれまでも今だったりも、まあ編集だったり、まあ今 TikTok ね、僕らやってるんですけど、ね、まあ、TikTok の何を撮るかとかも、うん、今を考えたりとか、そう、あと裏のこと、いろいろね、こうやってくれたりもしてるし、まあみんなでこう今動いてる感じなんで、ね、動画一本でもこう、ね、撮ってるけど編集って相当大変でしょ。こっからはまたさらに編集って時間がやっぱ一番長いの、長いでしょ、撮影時間よりも。そうだね、うん、まあ、それをね、こう俺一人だけだったら無理だし、ほんとみんながいて、ね、こうできてることだと思うので、ね、お前もかちょっとやっぱ同じお前もか、でもそういうことでしょ、うん、そうやって、うん、大事だから、まあまあまあ、やっぱほんと自分一人お前もかお前もかまあでも確かにほんとに、まあ、確かに一人ではマジで無理で厳しいと思う、厳しいよこの量、仕事量の無理無理抱えるのは無理。俺らこの話題だけでもう50分以上じゃん。そうだよ、あと格闘技に集中できているのも君たちのおかげだ、まあ、そうね、僕一人じゃ無理ですから
まあ、このチャンネルのやっぱ広告塔としてはやっぱ大岩達也がいてなんで、まあ、それをねやっぱ俺らも支えるっていうのも仕事だしですけど、メインとしてやっぱ格闘家ですから。もちろんもちろん。でもやっぱ YouTube やるからには YouTube を全力でやるし、そうなんです。もうやることを全部まあ全力でこれからやっていこうって、はい、まあ、楽しくね、楽しく忘れない、それが一番忘れないの、俺は心がけます。楽しく、楽しく忘れない、そういうことじゃなくて楽しくっていうことを忘れない、その忙しい忙しい、あ、仕事じゃなくて楽しさっていうのを忘れずに、格闘技もそうだし YouTube も、ね、はい、まあ、仕事だけどもっとは楽しくやろうっていう、うん、でもなんか YouTube も TikTok もそうだけどさ、こっちまで楽しくなるとか、うん、結構コメントちょこちょこあったりするじゃん、うん、嬉しいよね。なんかそれは俺らがなんか最もさ、こう伝えようとしてるというか、こう一緒に楽しんでほしいみたいなのはあるんですね。そうですね、ね、はいはい、でそういうコメントをもらうとね、めっちゃ嬉しくて、俺ら3人で共有してるもん、ね、うん、そう、 LINE グループがあって、それをスクショして、これ、この、こういうコメント嬉しいみたいな、多分みんな見とると思うけど、うん、ね、と3人ともしっかり見てるからね、まあ、コメントを僕らいつも見てるんで、まあ、コメントたくさんしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで動画をこう見てくださって、まあ本当に俺らは俺ららしくいきましょう。なんかおい葬式帰りか。違う、なんか暗いぞ。違うぜ。はい、ということですね、まあこう、はい、達也を、まあ、密着させてもらって、はい、まあ、僕らこうチームでこうたくさん動いてますよっていうことをね、はい、こう伝えれたと思うので、はい、まあ、最後達也から、ね、皆様まあ一言ね、はい、感謝の気持ちで言いますか。おさっきめちゃくちゃ感謝の気持ち伝えたけど、くどいか。じゃあ、いや、イムから、はい、感謝の気持ちをお願いします。イムから、はい、この密着の後の、そう、全然出てねえけど、まあ僕のね、あの密着お前の密着出身なんだ。達也の密着を見てくれて、ありがとうございます。俺が違うなんか違うな。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。まあ今後とも YouTube 楽しんで見てもらえたらと思います。はい、TikTok もね、はい、TikTok もしてるんで、はい。はい、まあこんな感じで、はい、僕たち達也チャンネル、はい、大岩達也チャンネル。いや、ごめん、言いづらいんで、俺達也チャンネルでいい？はい、とりあえず、はい、達也チャンネル。はい。なんで違う？ねえねお前。落ち着けてな。はい。ということで、はい。おやたちなチャンネルを今後とも応援よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画で。じゃあじゃあ。チャンネル登録ありがとう。高評価もありがとう。今日もありがとう一日。明日も笑って一日。